ははいどうもこんにちは、えー、と今日はねこういういろんな刈払機の刃について説明してみたいと思います、えー、ですがその前に今日は販売代理店と購買代理店について説明したいと思いますこれがあの重要なんです。えー、販売代理店っていうとあの自動車の販売代理店は代表的ですよね。 えー、例えばトヨタ自動車であればトヨタの車を売るとトヨタ自動車のために販売を代わってやってるはんまさに名前の通り販売を代理して行っているっていうのが販売代理店ですだからまあトヨタ自動車では日産自動車の車を進めることはまあありませんよねまあ普通はありません。 えー、実は自分も自動車ディーラーでまあ整備士ですけどちょっとだけ勤めたことがあります自動車販売店であれば、あのー、誰しもねあの販売代理店の立場っていうのは特に意識しなくても売るる側側も買う側も理解してると思います、えー、ところがね、あのー、ちょっとこれ難しいところもあるんですよ。 あの購買代理店っていうのがあります。購買代理店っていうのはね。あまり購買代理店っていう。う看板は出していません。購買代理店っていうのは。販売代理店との違いは。消費者の代わりに。買い物のお手伝いをしてくれるとこです。販売代理店がメーカーの代わりに売るとこならば。購買代理店は。 消費者の代わりにお買い物のお手伝いをしてくれるところです。でこれの代表的なところはココーーププですね生協というところがそうだと思いますこれなんかはあ例えば分かりやすいところで言えばあの農薬が含まれたアメリカ産のね農薬が含まれたあ食べ物を食べたくないなとか。 あと遺伝子組み換えの大豆とか食べたくないなっていうそういう消費者のニーズがありますけどそういうニーズに応えて、えー、そういうものを選んでくれるあの安全なあ消費者のニーズに合ったものを選んでくれるっていう役割をしてます。それれれででち、うん、ちょっっととねだいぶ話こ,れこれからずれちゃうんですけどえーと 例えばね、えー、グリホサートの問題とかであればあやはりね、えーまあ、販売代理店っていうかラウンドアップっていうものを作ってる日産科学が言っていることとそのコープが言っていることっていうのは同じ情報を元にしてて言っていますだからどちらも嘘ではないんですけど。立場の違いで えー、切り取り方情報の切り取り取方がだいいぶ違いますそれで、えー、グリホサートのね、えー、ことであればグリホサートラウンドアップのことであれば、えー、政教ではあまあ IARC 国際がんなんとか研究機関みたいなとこで出した情報でもお見せ方ね こういうい見せ方をだると、まあ上から2番目に分類されるがんの可能性があるものなんだっていうことを強調する感じになって、えー、一方ね日産科学の方で言えば、えー、上から2番目っていうことじゃないんですよね。えー このランク 2A っていうランクは、2A っていうランクは赤身肉とか熱いお湯と同じレベルなんだよっていうのを強調する見せ方になってます。だいぶ違います。それで土に落ちたラウンドアップ、ラウンドアップというかグリホサートね、グリホサートは日産化学の方は。 微生物が食べるイメージそれで何、えー、でしたっけ生協、えー、の方は川に流れ込むイメージでも実際は、えー、3日から21日かけて半減期を迎えます微生物に分解されるんですけど半減期を迎えるそれが事実ですそれはね日産科学の,あのホームページにもちゃんと書いてあるんですけど小さく書いてあるんですよねでも。 与える印象は全然違います。あの特に図解ね。微生物が分解とか言うと見てるが、まあ、そこで安心して細かいとこ気にしなくなるんですよ。半減期とかね。21日で半減期っつったら当然川に流れ込むし、井戸水にも入っておかしくないんですが。まあそういうことです。そういうね、全然ね。立場によって違うんですよ。あの言ってることがね。それで。 まあ一般的な生活においてもまあここ,こであの除草剤の話はありますけど一般的な生活においても例えば今八百屋さんとか魚屋さんとか小さな商店っていうのが少なくなってスーパーマーケット全盛の時代になりましてそれで実はあのその八百屋さんとかね小さい八百屋さんとか魚屋さんっていうのは。 えー、購買代理店的役割を果たたしてたんですよあのもちろんその消費者の代わりに市場で新鮮なものをいいものを仕入れてくれるっていうこともあるんですけどそう情報ですよねあの、えー、この魚はこ,こ,こうやって、えー、料理するとうまいんだよとかあとこの野菜はこうやって保存すると長持ちするんだよとか。 あとこの魚はここで新鮮さを見極めるんだよとかそういうねあの情報交換っていうか情報を出してくれたんですよあの小さいねあの魚屋さんとか八百屋さんに行くとその八百屋とかの親父がね「奥さんこういう風う,う,うだよ」とかね奥,奥さんには限らないですけどまあうーんいろんな消費者の方にいろんなうーん豆情報じゃないけどその 消費者側に役立つ消費者側が欲しい情報を発信してくれたそういうねえ購買代理店だったんですよで、だから結局ね今コープとかそういうのもありますけどえ販売代理店の情報が幅を利かせてるなっていう感じがしますそれでこの刈払機とかのもそうなんですよねあの販売代理店の 情報が幅を利かせてるところがあります本当本当はね消費者側からの情報を出したいんですようが必要だと思うんですで僕もね例えばこういうこういうものとかこれなんかね僕使ってないんですよ、まあ、これもこれも去年使い始めたばかりまあこれについて初心者ですけど初心者ですけどまあ何十年の経験がありますから。 それで、まあ、自動車整備士とかねそういうのあって多少は基本的なその機械とかなんかに知識はあります。だけどそ,それで30年やってますから、まあ、同じ初心者でも多少は違うとだから多少はあのー、八百屋的な魚屋的なね昔のそういう情報を発信できるんじゃないかと思います。ちょっともうひどいんですよあの 販売代理店側の情報が youtube 上では氾濫してるんですよ。というのはどうしてかって言えばその？彼らはその動画の作り方が上手なんですよ。どうしてかって言えば、それは販売代理店の講習を聞いてきてそのまま伝えるからですよね。あの講習で聞いてきたことをそのまま動画にすれば結構見やすい動画になってしまうんです。だから。 そういうのがね。どうしても人気化しやすいんですよ。で、我々の私のような。まあね、えー、実際何十年やってきたと言っても何十年動画を作ってきたわけではないんでえー。理論立ててね。説明するために組み立ててきたわけではないんですよ。だから、そういう面でちょっとたどたどしい面はあるかもしれませんが、ま勾、あ、配、えー、代理店的情報。 まあ消費者の立場ですからね同じこれ見てる多くの方と同じ消費者の立場でただ例えばねアマゾンなんかにも商品レビューが書いてありますけどあれねやっぱり言っちゃ悪いけど素人なんですよねやってんのがあの言ってるのが使い方を間違ってレビューを書いてるとよくないとかなんとか書いてるとそういうのも 結構あります。まあ、自分に関してはそういうのは少ないんじゃないかな。何十年の経験を生かしてまこういうのを説明していきたいと思います。すみません。あの前置き長くなりました。あんでねえっ、ー、とまずこれこれからいきますか。これなんかに至ってはまあ自分は使ったことないんですよ。でこれねこれはアメリカから仕入れたやつです。だけど日本のアマゾンでも売ってます。アマゾン以外でも売ってるでしょうけどね。 で、これはね見てわかる通りここにね刈払い機にこうつけるわけですよこういうギアヘッドにこうつけるわけですけどこのあの、チェーンソーのコマがついてんですよチップがついてんですよチェーンソーの刃がついてんですよすごくないですかこれでねこれこれまだ一回も使ってないんだけど あの他の方の動画で見たことありますよ。それでちなみにねこれはこれアダプターというのはこれアメリカ製アメリカから仕入れたやつなんですよアメリカ製のアメリカで使われている仮払機はこのアダプターを使う必要があるんです。で日本の仮払機の場合はこれ使う必要ありません。この2 4 4ミリってやつなんですここがね。だからこれポン付けできるんです。 ポン付けてですよねでもこれね他の方の動画使ってたらすんごいね切れ味でしたねすごいいいと思いますよこれ。ただこれで初心者がやりがちな失敗はこれで土を切ってしまうと。土を切ってしまうと当然ねこれチェーンソーのまあ知ってる方は知ってるでしょうけどチェーンソーの刃ですからあっという間に切れなくなっちゃう。だかららこれは土は土切らないで、まあ、細いで細 などを切るとまあ草も切れるでしょうけど細い木などを地面よりちょい上のとこで切るとそれではねすごい切れ味だと思いますよ。あ,あとねこれ怖いのはこのうんとパッケージこれ中国で作ってるんだと思うんですけど書いてあることがめちゃくちゃなんですよ。ほ当にうんめちゃくちゃなんでちょっと。 そういう意味でこのこの説明書きが当てにならないねだけどこれはちゃんと使えると思います他の人の動画見てね言うのもなんだけどだけどあとこの刃、ね、チェーンソーの刃ですから当然研がなければ切れませんあのちょっと使っては研ぎちょっと使っては研ぎ研ぎながら使えばすごく切れますこう使い方を間違って すぐ切れなくなっちゃうとかいう人もいるんですけどこれそれは使い方が間違ってます。これちゃんと使えば結構いい品物です使ったことがないのにも言うのもなんですけどねこれちょっとねまだ使う機会なか意外となかったんです。でうん次あこ,これいきますかこれねこれなんかはアメリカですごい売れてんですよ。で日本でもこれに似たものが売ってます。 あのー、これと全く同じものを売ってるかもしれないけど自分は日本のアマゾンで買ったらこれに似た非常に粗悪なものを買ってしまいました。でねこれうんここがこうなんつうの動くようになってるんですよハンマーナイフですよ、ね、だからこれはこういう何つってもあの心配なのは安全性でしょうけど。 何か物にぶつかった時これがあの衝撃を逃がすんでこれはいろんなものでね例えば「バロネス」とか「草刈り機マ正雄」とかそういうのも基本的にハンマーナイフですねのでの実績がある構造です。であそれで粗悪品と粗悪品じゃない見分け方ねそれはねあの まずは重量なんですよこの薄っぺらなこの金属板であ金属板が付いてる場合なんですよ。3これ 355g あります。これ、ね、いろんなところは作ってるんですけど粗悪なやつと粗悪じゃないやつがあると。で日本では粗悪なやつが多いと。あともう一つはここの止め方ね。これが非常に えー、なんつんだろう見るからに乱,乱雑っていうか簡単に取り付けてあるのもあります。これはしっかり取り付けてあります。あとねこれで実は去年竹とかねいろいろいっぱい切ったんですよ。したら壊れちゃったんですよ。あのアメリカの動画見たらねこれで木を切ったりなんかしてる動画もあったんでまあ細い木なら切れないこともないんですけど基本的に強い衝撃を与えると おそらく壊れるようにできてますっていうのはここに穴が開いてますけどここに穴が開いててビスが入ってないんですよここにビスを入れちゃえばもっと丈夫なんですけどわざとこれをここのなんていうんだろうここをこう圧力かけて止めてある、まあ、なんていうんだろうなリベットじゃないけどなんか土面みたいになってんですけど強い衝撃があったらこの外側の 鉄板と内側の鉄板がずれるんですよ。ずれて壊れちゃうんです。ずれるようにできてるんじゃないかなと思います。ずれないようにすんな。ここにビスを入れてしまえばずれないようになってしまうんだけど、あえて壊れやすく作ってあるんじゃないかなと思います。で、これ草だけ枯ればね非常にいいです。あと安全性ですよね。まあ自分が安全性をテストできることはないんですよ。だけど。 物理的にここの刃が軽いですから薄くて軽いですこんな薄いんですよ厚さ1ミ、mm、リぐらいかな分かんないけどまあ、乃木数あんのあんですけどまあいいでしょごく軽いんですこの音で分かりますかねだからこれがね仮に吹っ飛んでも大した衝撃ではないとまず吹っ飛べはないと思いますけどねこれが軽いんででんこれも衝撃を逃がすんで、えー 衝撃を逃がすのでうんそもそも壊れにくいとただこ、ね、太いものを切ったりこっちが当たってくるとこれが壊れるようになってるとだからこれとてもいいですあとねこれ本来やっていいのかどうかわかんないけどここをと研げます研いで使いますあとリバーシブルで使いますだから これ1枚持ってくとね現場一1枚持っていくと普通の2枚分働くわけですよ向こうで裏返しするだけでいいとで家でまたね次の日家で次の日っていうかまあ帰ってからまた両面研いであればまた使えるとこれすごくいいですすごくいいあれこれちょっとここ硬いなまあ大丈夫ですこ,うこんなね であとこれ意外とコンパクトなんでたまたま自分の持ってるうんとね工具箱これ見えるかなここに工具箱あるんですけど工具箱に入るんですよあの<ん>うん携帯用のね草刈り機を使う時の工具箱に入るんでこれ去年もおと3枚かな23枚使いましたけど今年もねこれ うん使ってみようと思いますまだたまたま今年は使ってないけど去年まあ数時間使いましたまあ10時間か20時間か分かんないけどもっと使ったか2 3 0時間使ったかもしれないまあ最後は最後はっていうかちょっと使い方が荒くて壊してしまったんですけど、うん、これは普通に使ってればすごくいいです。うん、あとね次、えー、これねブラシカッター。 ブラシカッターこれねこれもこれがいい悪いじゃなくて使い方次第だと思うんですよ。自分の場合はこれを雨上がりに使いましたあのもうすでに動画上げたんですけどね。であのパワー不足を感じたんで前より小さいの買ったんですよ。1 5ンチかな直径。前のが何 cm あるんだ 前のはが20センチでこれが新しいのは15センチありますそれでこれはやっぱ使い方の問題あのコンクリートの間から生えた草とかアスファルトの間から生えた草をあのうんうんと買ったりするのがまあ主なあれだと思うんですけどだけど うん、これ草土の自分の場合はね、うん、土の上あの小さい苗木の木はですねをあーチップソーでやると木を切ってしまう時あるんですけどその代わりにこれを使うんですよ。でしかも苗木であの地面が柔らかいあのカルチベーターとか耕運機器とかで起こした土で柔らかいとこそれでやると草を刈るんじゃなくてここで草を引っ掛けて。 あの根こそぎ草を手で抜いたみたいに抜けてるんですよだから小さい草ねあの5センチ1 0センチの小さい草をこれでやるとすごいいいですあとねこれやる時はあの前回カバーつけなかったんですけどつけた方がいいですで,できればねこのとナイロンコードカッターで使うような 大きくカバーするタイプのを使った思いですすすす物は多いですすごく多いいですでごくこれアメリカではねナイロンコードカッターをあの普通使うんですよ使用率がすごい高いんでこういうカバーが大きいのが普通なんですけどこのブラシカッターを使う時はこういうナイロンコードカッター用の大きなカバーの方がいいと思います。それで 被産物も多いですそれであと大事なのは土が濡れている時あの雨上がりとか土が湿っている時やることですじゃないと埃でね多分人間も機械もすごいことになっちゃってできないと思いますだからこれはね雨上がり限定でやってますあともう一つはこれで金属磨きできるんですよ。ででで払機でやるんでシャフトが長いですから これ磨いてる面とね顔の距離が取れるんですだからすごくね安全だしあと使い慣れた刈払機を使えるので、えー、これでね物ピカピカにできますあ自分の場合鉛筆とか磨いたんですけどスコップでも何でもあのー、磨けると思いますであとねこの取り付け前回は こここに、ここういうねっと逆ネジかこういうこんな太いアダプター,あーこれはねナイロンコードカッターに付属してたやつですけどこれをつけてそれでこのロックナットが付属したんで付属のロックナットを使いました。 逆逆ネネジジだね逆ネジこれね必ずロックナットでやってくださいこれもそうですけどブレードカッターとかアメリカ製のね重い刃を使う時は必ずこれが必要ですあのー、大きさもえー、っとねこれ大きさもこれ19のボックスが入るサイズこれでしっかり締め付けられます19ありますから 13のやつではよりもずっとしっかり締め付けられます。で、これを使ってください。あの、うん、ブレードカッターとかね、危険なんですよ。あのあれを通販で売ってるところもあるんですけど、ちゃんとね、こういう,うまあ、そこが販売代理店的なところで、えー、購買代理店的なところだったらね、消費者側から考えれば。 これをセットでつけてあげなければ危険だと思います、うん、だからこれを絶対お勧めしますだからそういう意味でねこれ購買代理店的でこれねうんと次はこのこれをメインで使いたいと思うんですけど小さいのねそれに合わせてこの えー、ギアヘッド買ったんですよこれ 1, 円ちょっとで買えますでこれはもう最初から、えー、19のメガネを使う19のボックスを使う,うロックナットがついてます。でねこのギアヘッド重いっていう評価もあるんですけど重さの大半は大半ってことないけどかなり高い。 ここまでが重くできてます。で、で重くできてるってことは丈夫にできてるんですよ。で重いねこういう刃をしっかり支えることができます。これちなみにねこれも重量測ってみます。3 8十四グ4 g これがね結構な重さあるんですよ。これとこれれとと これでもう 100g 超えてますからねこれで 185g ありますだからこれめちゃくちゃ重いもんじゃないんですよほいでねこれよく見るとこの図のギアヘッドこれねギアヘッドなんとなくこれに似てんですよねこれ用なのかもしれませんアメリカではねこれもギアヘッドがこのブラシカッターとかねと セットでで販売されてる場合もあるんですよこ,こういうのとこういうのの場合もありますけどこのギアヘッドとセットになってる場合もあるとそれはサイズが合わないっていう意味もあるんですけどここが丈夫にできてるロックナットを使えるとロックナットを使うからここのね段差もしっかり大きいんですで ずれにくいんこうじゃないのんーっとこれの場合あれかこれ使えないのかこれでこれでいいみたいこれでセン,あセンターも間違いなく出てるわな、ね うん、こんなこんな感じででこのギアヘッドを専用にしてあ結構重いですよこれこれは重いここで 1061g ありますこれは重いねだからこれ振り回すもんじゃないんですよねこう そっと動かしていくって感じでこれあの自分の刈払機に合うようなスクエアっていう4つタイプですあとこのね7つタイプとか9つタイプとかその機械に合わせてこれを買えばいいわけです一番怖いのはこれが緩んでこれが飛ぶこととかねですねあと刈払機で怖いのは 飛散物が自分に当たる場合も怖いですけど第三者に当たってしまう場合これが怖いんですよだからあの国民生活センターではこれ飛散物のテストをした時このタイプの歯ではほとんど石が飛ばなかったらしいですけど4枚刃では飛んだらしいです。あとナイロンコーードカッターね でナイロンカッターは1 6ー,ーだか何メーターだかで4枚刃の場合は60何メーター飛んだそうです。であれがねまあ多分日本製の薄い4枚刃だと思うんですけどブレードカッターみたいな分厚いね2枚刃の場合どんだけ飛ぶんでしょうね。だからあれをねあれはちょっと日本では。

しっかりした厚さのブレードカッターで重みのあるブレードカッターでかなり大きな石も飛ばせてしまうとどんだけ飛ぶんでしょうね本当におお大谷翔平のあの打球とかねあれの初速よりも速いかもしれないですよねそれで重いものを飛ばすんで。 速度も落ちないですよねどんだけ飛ぶんだか分かんないですよだからあのうんあれは日本向きじゃないな売れればいいつかね販売代理店はだけど売るんでしょうけど、うん、あれは消費者側の立場で言ったらちょっと使わない方がいいんじゃないかなましてねあの通販で売ってるとこ通販で 買えるよよううなな品物じゃないと思うんですよちゃんと機械屋さんに見てもらってねこれでいいのか取り付け方これでいいのかロックナットはこれでいいのかちゃんと聞いてからじゃないとブレーードカッターは危険だと思います、まあ、うーんとあとあれかあとこれね <laughs> これもこれ普通の刃だけどこれ安くていいんですよ。で安いっていうのは大事で今度これの話になりますけどね安いっていうのは大事で。 早早め早めに交換できるとだからチップンを飛ぶ前に交換できるし金属疲労とかねそういうのがなる前に交換できるとこれだからこれうんで交換するっていうことはギアヘッドを点検できるとねだからこういう安いのもおすすめです。あのはいというわけで。ま、う、ま、ん、まとまりませんが こんな感じですまたねこれ、えー、こ,これなんかもあるいはねこれなんかこれこれなんかもまたね使う時にまた動画をアップしたいと思います。ははいそれではまた